ネイラです。ユナです。アリアです。ミック。ラテ。TV。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は、冬休みあるあるです。イエーイ。もうそろそろ皆さん、冬休みだと思うので、多分、たくさん頼むのがあるんじゃないでしょうか。じゃあ、行きましょう。せーの、どうぞ。うわ、めっちゃ冷たいんだけど、めっちゃ冷たい、めっちゃ冷たいんだけどちょっと冷たい、やめて、もうやめて、あったかー、どこでいい、やめて、両手両手ちょっとやめてよ、冷たい冷たい、じゃあ私も寒いね。ちょっと、あなた、もう一息にしよう、手出しなさい。先生、もう一息じゃないです、お化けです。それでも気にしよう、手出しなさい。先生、理不尽だと思います。ごめんなさい。あー、まだクリスマス来ないかな、早くクリスマス来てほしい。ねえママ、クリスマスツリー立てよう。めっちゃ寒い。いいね、これ。寒い。暖房つけてよ。そろそろ出ないと。ダメ。え、もう正月？いや、今年は牛年だ。イエーイ。やっぱ冬はみかんだよね。みかんはマジ何個も食べれる。おいしい。ちょっと2個目食べるわ。これ剥くのは天才技になってる。おいしい。てかなんかめっちゃ手が黄色くなってきた。まあいいや、そんなお構いなし、いっぱいみかん食べる。おいしい。みかん最高。みかん。一日早すぎる。休み休み、ママ早く宿題やりなさい。もう、あ、まだ日にちあるから大丈夫、後回し後回し、もう楽しもうよ。あと1週間よ、宿題やったの大丈夫、 あと、いや、あと2週間もあるんだよ。そうだよ、あと2週間もある。アリア、明日学校よ、宿題とか全部まとめて。全部やってない。どうしよう。ママユナ、もう課題終わった？あ、もしもし。あ、もう昨日のうちに終わらせたよ。え？早くない？うん、あ、普段私はもう2日で終わらせるタイプなの。すごい。ねえ、まだやってないんだけど。え、早くやった方がいいよ。うん。早くやりなね。うん、わかった。バイバイ。よし、冬休みはダイエット頑張ろう。おー、太った。明日体重測定がどうしよう。はい、ということで皆さん、いくつ当てはまりましたか？私ほとんど当てはまったと思う。うん、ね、もう繰り返したので、本当にあるあるって感じで。レイラちゃん一番何共感した？なんか今もそうなんだけど、早くクリスマスの話が、プレゼントね。その時からプレゼントがめっちゃいい。もう毎日クリスマス何だろうかなって。ね、こうしたくってね。
アリアちゃんでもなんかこの白いよくやってそう。やってる。やっぱこの歯。学校行く途中にちょっと忘れて。出た。やってる。めっちゃ楽しい。皆さんも何個共感したかとかコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。冬休み最高。最高。楽しもうね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。